かわかんないけど、でブーちゃんなら反対しないでしょ。ブーちゃん彼氏いないよ。あ、ブーちゃん、うん、昨日いろいろ思い伝えたんだけど、うん、答えを聞きたくて。なんでまだ答え元気出た？ん？元気出た？いや元気はそんなに、まあ空元気ですけど。どう？本気なんだけど。なんで？いや、リスナーもブーちゃんなら多分応援してくれると思うし。で、一緒に名古屋ドエレアーズを盛り上げたいなと思って。何言ってんの？何それ。名古屋ドエレアーズ？何それ。の幹部になってほしい。やだよ。で、どうなの？無理ならもう無理って言っても諦める。ずっとお前のこと考えてるのも。前みたいにモラハラとかしないよ。違った、ちょっと待って、ゆり。どうする？いや、うん、いや、いいよ、はっきり言ってもらって。まあ、無理かな。ん？無理かな。無理？いや、彼氏いないよ。好きな人がいるんだよ。初見いらっしゃい。いや、もうしつこくしないよ。好きな人いるから。俺、いける手応えあったんだけどな。ちょっとある場所に出かけていい？ちょっと。配信外ならいける？どこら辺に？すごい考えてた。悩んでたよ。もう一回付き合おうって言ったら、お前のこと思い出したっつったら、そんなこと言われたらずるいよって、嬉しいって言ってた。で、ブーちゃん気がついたら電話切れてたんだよ、うとうとしてて。で、その後ミーコに電話して、電話つないどいてもらった。特に喋るわけでもなく。そしたら気がついたら今日の夕方まで電話つながってた。久しぶりに寝落ち通話した。で、今日はユミタンと寝落ち通話しようと思う。ね、ユミタン、いい？今日1時ぐらいから、1時ぐらいから。名古屋ドエレアーズメンバー募集中です。一人なんで。はい、1階に住んでるリスナーさんをネタにね、配信やっていきます。活動内容は。暴露何されてたの？はい、参加したい人は仲間ごっこやるんで。あ、5番隊長了解。配信出れる？お父さんの件が何も変わってない？そう？そうか。みんなやばい。お風呂3日入ってない。もう髪の毛が油ぎっしょになってきた。どうしよう、そろそろ限界感じてきてる。多分すごい臭いと思う。引く？もうハゲてもいいよ。ええ、おばさんちね。うん、明日おばさんち泊まろうかなと思ってる。明日配信やらないからさ。明日からちょっとしばらくやらないかも。鬼でなんかしてないよ。どうでもいいんだよ、あんなクソ。やったーって喜んでるの、明日が配信ないと。もうしばらくやめようか、じゃあな。私そんなんできない。いい子が来るな。明日おばさんのとこ泊まるって言ってるじゃん。さすがに身内の家で配信できないでしょ。おばさんとこは無理だよ。まあどうしてもしてほしいっていうのは、まあ外だな。外ミーコ呼んだ、また始まる気持ち悪いガチ恋の変な妄想。確認するじゃん、ミーコに電話して。めんどくさいな、ほんと。そういうね、気持ち悪いリスナーいらないんだよ。イライラする。ミーコ？はい。俺って呼んだ？ミーコのこと名古屋に。何？
何の話？ミコのこと名古屋呼んだか呼んでないか答えて。呼んでないよ。呼んでないよね。うん、分かった、うん、昨日ありがとね。何？寝落ち通話。うん、寝落ち通話、はい、ありがとね。うん、うん、またね。はい、はい、ほら呼んでないじゃん。謝ってよ。ミーコ呼ぶとか言って勘違いしてる。呼ばねえよ。何のメンバー募集中？名古屋ドエレアーズですよ。タイトル見てくださいよ。今もう10人集まっちゃったわ。10人。なんか冷たくないって俺が？毎週、いやギャンブルはしないかな。いや名古屋も結構いるからね。いないように見えて。行くか、じゃあ肉買いに行こう。